プルスウルトラ、どうもこさんじです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の僕のヒロアカニュースは、初公開完全新作ヒロアカのオリジナルアニメーションエピソードについてのお話になります。では早速いきましょう。この完全新作エピソードについて、公式が公開している内容はこんな感じになります。仮面試験を目前に控える雄英高校ヒーロー科1年 A 組、授業で2チームに分かれて災害救助訓練に臨むことになりました。地下の大型ショッピングモールで火災が発生し、取り残された要救助者を保護するミッション。デクたち A チームの10人が手分けして要救助者を探し始めるが、突然崩落事故が発生し、地下に閉じ込められてしまうが、無事に生還できるのかとなっています。僕も早速 Hulu に登録して視聴しましたが、新しいエピソードはやはりドキドキします。ネタバレなしの感想をお話ししていこうと思います。全体としてはそれぞれのキャラクターの構成が存分に出ていたので、好きなキャラがいる方は非常に楽しめる内容になっていると思います。ヒロアカの世界観が好きな僕的には、オリジン組の3人の協力するシーンのアニメーションを初めて見たので、エンデバーインターンの時はこんな感じになるのかなと思い、早くアニメ5期を終わらせて6期も始まってくんないかなと思うばかりです。また新エピソードで気になるキャラはいたかという話ですと、常闇くんのトークが多かった印象です。普段は一言で終わっちゃうので、会話している様子は結構珍しかったです。他に気になったキャラクターはうららかさんですね。うららかさんが水中を泳ぐ感じで空中を泳いでいましたが、仮面試験を受ける前からうららかさんが空中で姿勢制御ができてしまうと、 A 組 B 組合同演習後のうららかさんがワイヤーと足のブースターを新しく導入して、デクとうららかさんがイチャついて、ミネタ君が発狂する最高の話が弱くなっちゃうので、少し違うかなと思っちゃいました。まああと、まあ少し、まあ、まああともう一つ、すごくしょうもないんですけど、浦岡さんと八尾よろずさん、麻酔さんの3人が避難していた時、相沢先生は空中に浮かんでいる3人を下から見上げているんですよね。そうなんです。相沢先生はあの鋭い目つきで八尾よろずさんをがっつり見ていたんじゃないかと思いました。これ以上動画で語るのはどうかなと思いますが、八尾よろずさんのコスチュームは前開きになっているすく水のような感じなので、パンツではありませんが、男からすればズボンではない限り、下から見えれば何でも一緒みたいなところがあるので、個人的に相沢先生は一線を越えちゃったんじゃないかと思っています。まあ冗談ですけどね。そうですね、まああと増えていいのか分かりませんが、爆豪の立ち位置も難しいですよね。神の事件から仮面試験までは一番不安定な時期なので、このオリジン組の共闘はヒロアカの物語では一番難しいタイミングだったんじゃないかなと思ってしまいました。しかしヒロアカの中で爆豪の心情描写が一番難しいので、ここは目をつぶり、とりあえずフルに登録しましょう。フルではヒロアカ全話やアニメオリジナルのエピソード、ヒロアカの映画もチェックできるので、ぜひチェックしてみてください。僕はナルトのボルトのアニメも時間を作って全部チェックしました。あと2週間の無料の間にマッシュルの影響もあって、ハリーポッターを見たいなと考えています。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。真相がバイバイ。